こんにちは、こんばんは、ひなたです。はい、今日はあのツイッターでこの前こんな感じで載せたんですけども、ね、見て可愛くない？写真がさ、勝手にコラージュされんの。勝手にってわけでもないけど、選択してコラージュするコラージュするやつを見つけたんだけど、これ良きだからちょっとなんか動画で紹介してって言われたんで、動画でちょっと紹介したいと思います。はい、こっちに出てるんですけど、このマグズインクってやつですね。じゃあちょっと開いていきたいと思います。はい、こんな感じになってますとね。今ね、羊のショーのテープレートが登場してるみたいなんですけど、まあ、とりあえず作る押して、いろんな感じのやつがあるので、卵クラブだったり、あとにゃんこ、犬の子心とかさにも動かしてるとこなんだけど、ウェディング系とか誕生日系とか普通に、あとクッキングとかマガジンとか、あと雑誌みたいな感じなのがあります。で、私は今日はちょっと羊のショーのテンプレートを使いたいと思います。はい、こんな感じです。こういう感じのフレームに写真を当てはめていくって感じのやつです。とりあえずじゃあ雑誌を作っていきたいと思います。作るを押して、で、1ページずつ編集するか、それかまとめて写真を選択するかってあるんだけど、私はちょっとめんどくさいんで最初から選択しちゃいます。じゃあちょっとね、ブーって書いたんだけど、ゆいの大学に入ってのめっちゃ仲いい友達がいるんだけど、この子にちょっとね説明するとね、これは普通に画像としても作れるんだけど、プラスなんかちょっとお金がちょっと発生するんですけれども、雑誌が作れるんです。あのガチの雑誌、さっきの卵クラブとかウェディング系だったら普通に写真を当てはめて記事も書ける、記事っていうか記事も書けるし、だからね、雑誌が作れるのね。だからゆいはこの子にプレゼントするために、この子宛てにこの子の写真をたくさん使いたいと思います。どうしようか、20枚だからな、めっちゃそんだからな。じゃあとりあえず、めっちゃ仲いいからな、こいつと。去年もさ、海行ったりお祭り行ったりさ、めっちゃ楽しさあったんだ。変な顔も意外と20枚ってあるな、誕生日の時のとかとか。じゃあとりあえず20枚選びましたんで、決定で当てはめて、自動的にね、当てはめていってもらいます。はい、こんな感じで今ランダムに入ってるんですけど、それをちょっと編集していきたいと思います。編集するときはダブルタップでちょんちょんってやればあれなんで、鉛筆マークをまたダブルタップすると、あの文字が書けるんで、そうだね、文字を打っていきたいと思います。永遠って、フォーエバーって、何がいいかな。やばい、結構あるね。ちょっと一回カットしますね。注文しているところが録画できてませんでした、ごめんなさい。はい、こんな感じで注文をしました。私は携帯の支払いでやりました。あとクレジットと携帯の支払いがあります。はい、こんな感じですね。はい、さっきの製本についてなんですけれどもね、選んでやってお金払って5日から7日の間に届くらしいです。はい、じゃあちょっと届いたら、じゃ届いたところも見せたいんで、ちょっとお待ちください、少々お待ちください。ちょっと何日か後ってなるからね。はい、届きました。もう開けちゃったんだけど、あ、やばい、住所変さ見てみましょう。はい、こんな感じです。こんな感じ、めっちゃそのままだな。こんな感じ、なんか紙質もいい、こんな感じ。で、これ最後のページかな。はい、はい、こんな感じです。多分ね、ちょっと友達にマナって言うんだけど、マナの顔を出しちゃう写真を YouTube に載せちゃうんだけど、いいかなって話をして、このね、詳細を言ったら、え、めっちゃ嬉しい、めっちゃ欲しいってなんかすごい喜んでくれたから、明日ちょっと学校に行ってこれをマナに渡したいと思います。皆さん、よかったら記念日とか誕生日とかお祝い事とかの時とかに、この写真をなんかやって送ってみたらいかがでしょうか。5日から7日間ぐらい届くのにかかるんで、そこのところはご注意ください。500円でした。ぜひ皆さんもお試しください。じゃあねー。